ちゃ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 。ちゃちゃち10分ぐらいやってこのぐらいです、うん、もう落ちてると思うんだけどあんまり良くなってないですね。はい、1時間ぐらいやってこのぐらいになりました。まあ、そこはだいぶツルツルしてちょっと緑が少し残ってるけど、あとこの横がクセモノですね。これ横は結構削れづらくて結構時間かかってます。じゃあちょっともうちょいやっていきます。はい、終わりました。2時間ぐらいですかね、2時間ぐらいで終わりました。うん、まあ少しだけ残ってるけど緑っぽいのは、でもまあいいんじゃないかなと思います。これでちょっと持ちついてみますよ、ね、でこれがカップブラシもあんまへたってないですね。これはすごく優秀だと思います。じゃあちょっと餅の準備をしていきまーす。薪ストーブの蓋を取ります。はい、薪ストーブの蓋を取りました。それでこの羽釜をこうやって置きます。それで、せいろを乗せて米を炊いていこうと思います。せいろを乗せていきます。ちょっとやったことないけどこれでいいのかな、しょうがない、これでいいか。よし、これで45分から1時間ぐらいちょっと
蒸していきたいと思います。ちょっと合ってるか分かんないけど、ちょっとこれやってみます。結構思いっきり削ったからしっかり洗わないとお餅に入っちゃうので、ちゃんと洗い流ししたいと思います。すいません、ちょっと問題が起こりました。今餅ちょっとあっちで炊いてるんだけど、もち米をここに入れて打つじゃないですか。なんだけど、こう打つこうハンマーみたいなやつ、あれなんていうんだっけ、木のやつ、あれがちょっとないことに気がついて、ちょっとどうしようかなと思って、こ米まで炊いたのに打つやつがないという、大ピンチに陥りましたので、なんかその辺のなんかこの辺のなんか木とかで作るか、ちょっと今もう蒸しててあと30分ぐらいしかないので、ちょっとこの辺なんとかしてどうにかします。はい、ちょっと急ぎます。ちょっとこの木にします。なんか調べたらキネっていう名前だったみたいですね、この打つやつ、これなんかそれっぽいから、これをやってこうやって手で打つしかないですね。それでいきましょう。ちょっと削っていきます。なんかこれもうほぼ剥がれてるからいいんじゃないのかなと思うんだけど、ね、こんなんでいいんじゃない、もうとりあえずさ、どうせ食うの自分だけだし、これこんな感じで、いやまさか忘れるというか、もう買うことを忘れてましたよね。キネやばいな、これでいけっかな、うまく思いっきり叩かないとなんか餅ってできなそうっすもんね。ちょっとそもそもやったことがないんで、ちょっとわかんないですけど、いいのかな、このナイフも初めて使ったし、お、いいんじゃないですか、これなんかそれっぽいじゃないですか。あ、案外どうにかなるな、よかった。ちょっと餅炊いちゃったから、もち米やばいなと思ってたんですよね。これでいいんじゃないですか、これほらどうすか、これいいんじゃない、いいでしょこれ、ちょっと掃除すれば。これでいきますわ、もうちょっと洗って、結果ちょっとこだわっちゃってこんなに綺麗になっちゃいました。じゃこれをちょっと紙やすりで削って洗って終わりにしましょう。はい、 OK です。だいぶいい感じになりました。これでちょっとあともうちょっと持ちできるんで、そしたらこれでついていこうと思います。気休めだけど殺菌します。おお、しょ、お湯です。よしよし、さあ1時間経ちました。どうなったかな、ちょっと楽しみですね。ちょっとやってみましょう。こんなことしたことないんで、どうなっていくかわからないし、合ってるかわかんないですけど、どうなん、ちょっと開けてみますね。オープン。おーおお、かなりすごいお米の匂いしますよ。はい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 。わあ、どうなんだろうこれ。いいんじゃないですか。ちょっといや持ってってみましょう。こっちに。よいしょっと、はいはいはい、じゃあこんな感じで持ってきます。さあ来ました、それじゃあちょっと入れていきたいと思います。よいしょ、これでいいのか、ちょっと分かんないけどいいのかな。
どうだどうだこれ。すげえ。これでいいのかな。分かんねえけど。ちょっとやってみよう。これをどうすんだろう。これまず潰すのかな。細かく。ちょっとやってきますね。とりあえずこれ木とかじゃなくてパンチで打ったらどうなるのかなっていう。みんなこれパンチいってますよこれ。あちゃ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 。やっぱ木じゃないと無理っすね。木で打ってきます。よいしょよいしょ。あなんかいいんじゃないですかこれ。なんかこのなんかお手製の木ね、なんか良さそう。やべえ。人生初の餅つきですよ。なんかちょいちょい木の削りかす入るけどこんなもんなんかな。こんなもんだろうな、木で売ってんだもん。一応入れていこうと思います。 OK。 こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。わかんねえけど、よくわかんねえけど、まあいっか。食うの俺だけだし。こんな感じ、こんな感じ、OK。 こんな感じ。これ木のやつ入っちゃうけどこんなもんなのかな。では実食といきましょう。ちょっと何食べていいか分かんなかった。とりあえず小豆にしたんですけど。いただきます。では実食といきましょう。いやー餅つき初めてやったな。いただきます。うまっ。やばっ。なんかこうなんかとろろと餅の中間みたいな、まあ餅なんですけど、すごっ。喉に詰まることはない感じの。うまっ。うますぎだろこれ。うまっ。ちょっと餅のつき方合ってるか分かんないですけど、これかなり美味しいです。ぜひ皆さんもやってみてください。残った餅はこんな感じで入れてみました。これでなんか固まると、あの普通の焼き餅とかもできるらしいんで、ちょっと後で後日それで食べてみたいと思います。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。